もうちょっと。こちらは削り刃の方に来ていただいて、削り刃の使い方、反り切りやすいから、うん、こっちが太い、上手、すごい丸くなってる、上手だわ。この結び目を上にこう上げていって体が上がっていくっていう仕組みなんですけど、これを垂直に踏みます。はい、踏みます。踏むと緩むので、え、すごいすごい、よく早い、よく早い、楽しい、ターザン楽しい、頑張ることできるんだ、シントラなくていいですか。濡れています。濡れているということは、まだこれから成長していくということになります。飛び散ってる、上から燃料漏れてるんで、ここら辺に染み出てる。このお米ね、トーマ調味料でもね、食べれないのか、多分あやっていう品種が作ってないさ、全然美味しいね。あ、そう、絶対美味しいんだ。トマトといえば、はい、そうです、世界の伝説。はい、伝説ですか。知っていただいてます。しかもこれ、サイズ見たら、ジャンボサイズですね。これなかなか見ないですね。すごい。これはすごい。おお、トマサイズです。うんだちに、オープン。すごいっすか。食ってお腹の中でドカッとしたら。日本酒をですね、醤油うどんの中で熟成させるとどんな味になるのかなっていう実験を2年ほどやって、今商品化につながっています。あの、おかわり自由です。あれだけ飲んで全然大丈夫ですんで。ありますんで。すごい優しい。ありますよね。ダローナーと思って。